おはようございます。ミネの作家活動アドバイザー和田真央です。2020年2月25日19回目のおはようミネラボのお時間やってまいりました。このチャンネルではミネでハンドメイド作品を販売されている作家さんからのご質問に対してアドバイザーの私が一問につき一問一答していくっていう動画になっております。生配信はインスタライブの方でやっておりますので、ご興味ある方はミネラボのインスタグラムのアカウントの方もぜひフォローよろしくお願いいたします。早速ですけれども、今日のご質問に行きたいなと思います。今日はですね、サブタイトルとして可愛いから購入への道筋を考察しようということで、お話をしていきたいと思います。すいませんね、ちょっと私のスマートフォンが今一瞬に行方不明になってしまいました。このご質問に関してではですね、私はそこの YouTube は個別のもうお一人一人のパーソナルなお悩みに答えていくっていうのをやっております。で、私本も書かせていただいてまして、ミンネが教える売れる基本帳っていう去年の4月に販売された本なんですけど、でも販売の基本は全部これに書いていて、この中と重複するようなことが、ミンネのノートですね、ミンネ学習帳という名前でコンテンツがあるんですけれども、そちらにも無料で見れる記事がたくさん入っております。あとはセミナーをさせていただいたりとか、ツイッターにもポロポロいろんな情報を書いてるんですけれども、基本的なことは、この本に沿っていたりとか、ミンネ学習帳の方に価格設定とか写真撮り方のことは書いておりますので、ぜひそちらと合わせてご覧いただけると嬉しいなと思います。今日のテーマ、可愛いから購入への道筋を考察しようということで、今日は匿名希望の作家さんからのご質問です。ちょっと質問内容が文章がすごく長いので、ゆっくり読みながら、私からのちょっと提案をしていきたいなと思います。はい、お待ちくださいね。はい、ご質問です。本業はデザイン系の仕事をしています。その傍ら人形作家として制作し、作家さんからお誘いを受けて、百貨店や時々個人で出店をしながら活動しています。個人のイベント出店をきっかけに、お客様と会話をしながら販売する楽しさと、ファンを増やしたい、売れるようになりたいと気持ちがムクムクと湧き、ミンネでもお買い物していただけるように投稿しています。本当にまだまだな状況ではありますが、ということです。真央さんの本も買い、これですね、この本、まさの本がありがとうございます。私なりにできることをできる順でしている段階です。ミンネのギャラリーページはこまめにチェック変更しています。ほんの少しずつですが、フォロワーさん、アクセス数やお気に入りも増えてきて、意識することで何か変わってきている気もしますが、購入までいかないというのが現状です。私自身の作品は一般的でないので、コアな方に受け入れられるタイプだと思っています。なので、コアなもの、一点物を好きな方への意識の可愛いから、もう一回言おう、ごめんなさい、コアなもの、一点物を好きな方への意識の、可愛いっていう気持ちから、購入っていう、気持ちと変化への道筋へのアドバイス、足りないところとか意識とかをいただけたらと思っています。私自身しっかりと収入面でも考えていきたい気持ちです。どうぞよろしくお願いいたします、ということです。で、作品自体はですね、ちょっと今日匿名希望の作家さんなんですけれども、お人形を作られているということと、全部が全部ドールじゃないんですけど、イメージした絵を布にかたどって手縫いと手書きで1点ずつ制作している作品もあるっていう中にはですね、ということです。で、売上の希望は月に5万円ぐらいをまず目指したいということで、手が届かない感じだけど意識として選びましたとお書きいただいております。この作家さんです。でですね、この作家さんの、今日作品お見せできないんですけど、要約すると、可愛いと思ってくださる方が、よし買うぞってなるまでの道筋について、ご自身でも本を読んだり、いろんなお勉強をされたり見直したされたりしてるんだけど、もうちょっとなんかないかなっていうところをお聞きになりたいのかなと、私の方では推測しております。で、このことでですね、この方は一点物がすごく多いんですよ。ほとんど一点物、一点物じゃないのもあるけど、で、そういうのを好きな人が買うにはどうしたらいいですかっていうご質問なんですけど、これってですね、案外一点物
もたくさん在庫をお持ちの方も同じなんですよ。で、今日のテーマはファン作り、ファン化のステップと購入のステップについてちょっと考察をしていきたいなと思っております。でですね、ここから私の話なんですけど、で、第1回目のこのミネラおはようミネラボの配信の時にいいねはつくのに売れないっていうお話をしたんですね。で、それと少し似た内容になるかなともちょっと思ったんですけど、もうちょっと今日掘り下げていきたいと思います。で、そもそもそのお客さんっていうのがどんなそのステップで購入に至るかっていうのを知ると、その自分で咀嚼してね、あ、こういう風に脳みその中が変化していくんだみたいなのが知ると、その思考に対してどんなことをすれば効果的になんか自分の思ってるような結果、その写真をクリックしてもらえるとかね、買ってもらえるとかね、身につけてもらえるとかになるかなっていうのを考えられるように、いろんな頭を動かしていくっていうのがいいかなと思うんですよ。で、道筋ってその道筋を考える、お客様の行動の道筋を考える、で、予想するしかないんですよ。もうそれが決定じゃないので予想するしかないんですけれども、それをちょっと一緒に考えていきたいなと思います。で、ファン化のステップとはそもそも何ぞやっていうところ、よいしょ、これは私の本にも載せているところです、145ページに載っております。このご質問者さん本をお持ちっていうことなので、ぜひ本の方と合わせてご覧になってください。145ページ、すみません、ちょっと出てこない、145、はい、販売活動を軌道に乗せる3つのポイントということで、こういう本を、書いております。で、ここにですね、ファンを増やす流れっていうことで、このファン化のステップ、ファンになってもらうステップを用意するっていうことを私ざっくり本の方で書いております。4つのステップに分かれると思ってるんですね。で、これまず、自分のお客様、まず最初に自分を知ってもらわなきゃいけない。まず知ってもらうっていうところから、で、知ってもらってステップ2で興味を持ってもらうんですね。これなんか気になるなっていうふうに興味を持ってもらう、認識してもらうというところですね。で、ステップ3、購入してもらう、ここで初めて買ってもらうんですよ。で、買ってもらった方にステップ4でもう1回買ってもらう、リピート買いしてもらう、リピーターさんになってもらう、これを繰り返していくことで、自分の、なんていうの、作品のファンの方が増えて、リピーターさんが増えて、販売活動が軌道に乗っていくっていう道筋が、まあ、一般的かなと思います。で、最初初心者のうちに気をつけなきゃいけないポイントとしては、いきなりステップ3、ステップ1と2をせずにステップ3購入してもらうところに飛びがちなんですよね。みんながみんなじゃないですよ、そういうケースが多いっていうことです。で、いきなりステップ3に飛ぶっていうのはどういうことかというと、めちゃくちゃ雑な例えですけれども、一目惚れ購入に近いと思うんですよ。パッと見て、わあ素敵って、もうその人が、相手がどういう人かとかそういうのは抜きにして、とにかくそのビジュアルというか、そのものが好きだから、パッてもう値段も見ずに買う。もちろんそういうお客様もたくさんいらっしゃるので、それはそれで素晴らしいんですけど、全員が全員そうとはいかないんですよね。で、いきなり一目惚れ購入っていうのを狙ってやりすぎると、どこに行けば一目惚れしてくれる人がいるかなんて、まあ誰にもわからないので、結構軌道に乗りにくい、安定した収入っていうところには結構なかなかハードルが高いってなっちゃうんですよね。で、そういう方、そういう売り方で、まあ言ってる人もいるんですけれども、全員が全員そこ難しいので、まず自分を知ってもらって興味を持ってもらうっていうところからやりましょう。じゃあ自分を知ってもらうために何しなきゃいけないかというと、大きい話だと、まあ、テレビ CM とか広告宣伝の中ではすごく目立つじゃないですか。だから、じゃあ自分も宣伝しなきゃいけないから、ミネの中だけで作品を上げててもなかなか見てもらえないから、じゃあ SNS やろうとかね、なんかインスタグラムの広告配信してみようとか、いっぱい世の中広告ってあるので考えるんです。インフルエンサーの人に作品作ってもらったらいいかなとか思うんですけれども、自分を知ってもらっても、その中身、アクセスしてきてもらったミンネのギャラリーの中がスカスカだと、なかなかじゃあ買ってもらうってところまでいかないので、まずそのステップ1と2のところをしっかりやっていくっていうのが最初大事なところかなと思います。じゃあそのファン化のステップっていうのを、この4つのステップをもっと分解していって、どういう
行動があるかな、やったことにその自分がやってほしい相手の方お客様に行動してほしいことをやるためには自分は何を頑張ればいいかっていうのを今日ドンと書いてきました。これがちょっと多すぎたので、スライドにしてます。スライド見えてますかね。はい、上から順番にいきたいと思います。まずファン化のステップを分解するというテーマです。まず見つけてもらわないといけないんですけど、そのこれはSNS のことは一体置いといて、みんなのギャラリーの中だけで考えてみてください。見つけてもらうためには、あの検索キーワードで探している人にちゃんと適切に出てくるっていうのが大切なので、まあ、説明文とか作品名とかに自分が見つけてほしい探す人が書きそうなワードを散りばめるっていうのは一つあるかなと思います。みんなの場合作品名だけじゃなくて説明文の中身も全部検索の対象になりますので、ぜひいろんな言葉を載せていただいたらいいかなと思いますね。この時によくヤフオクとかであるような関連しそうなキーワードをたくさん羅列してるっていう方法も、まあ否定はしないですけれども、あんまり美しいものじゃないので文章の中にちゃんと落とし込むっていうのがいいですね。まず見つけてもらう。でこの時に例えばコットンパールとかね、そのメジャーないろんな方が使っているの素材名、コットンパールだけだとものすごい大変です。あとピアスとかね、まあ、カテゴリー名もあるけどネックレスとかコサージュとか、そういうそのブランなんメインになるキーワード単語一つだとすごいその探してもらうときに競争率が激しすぎるので難しいんですよ。でも具体的にお客様が欲しいものってもうちょっと具体性があると思うんですね。コットンパール、ネックレス、軽いとかね、なんかピンクとか色で切るとか、あと、セレモニーとか、プレゼントとか何でもいいので、キーワード検索する時のシーンをキーワード 2,3 個ぐらいに、細分化して考えてみるといいかなと思います。そうすると結構上位に出てきやすくなるので、よりそのターゲットを絞ったような文章でも文章を書いてみるっていうのがお客様にとっては見つけやすくなるっていうのにつながることもあります。次に可愛いと思う、まず探してもらって、コットンパールのネックレス、シンプルなの短めなのないかな、ニットに合わせやすいのないかなっていうので探してきた方がバーッと写真が一覧で出てくるんですよね。いろんな作家さんの作品が出てきます。でその中で、あ、可愛い、これもっと細かく見たいって思ってもらえるような、可愛いと思わせて、さらに3つ目、クリックする、クリックしてもらえる写真を撮るっていうのが大事です。なのでここのステップがないことには次のステップに行けないので、写真で一番重要なのは、今ミンネだと5枚写真があるうちの1枚目の写真なんですね。1枚目の写真でクリックしてもらわないことにはその後のショッピングカートの中にたどり着けないので、まずもうどれがいいかなって思ったら一番クリックしてもらえそうな、心をわしづかみにする作品の素敵さが現れてる、キュンってくるような写真を1枚目にしましょう。それが着用画像であろうが、置き絵であろうが、箱に入っていようが、どれでも構わないんですよ。とにかくお客様の心をつかむっていうのが大事です。これが3つ目までですね。で次に、クリックしました、クリックしたと仮定して、使うシーンが想像できるような情報というのが欲しいですね。私だったらどう使うかなっていうところ、まあ、写真であれば着用画像があったり、そのちょっとフォーマルな服に合わせた服や写真と、まあ、フォーマルにもカジュアルにもって言われるんだったら実際にそういう写真が両方あった方が説得力が増すと思うので、 T シャツに合わせたらこんな感じとかね、バッグにつけたらこんな感じとか、そういうのもありだと思います。あと説明文、1000文字入るので、1000文字じゃ足りないというご意見もたくさんありますけれども、なるべくたくさん説明文書いてください。どういう気持ちでこの作品を生んだのか、ネックレスであればもしかしたら長さがね、その市販のものだとなかなかそのパール一粒多いとか少ないとか、そういう微妙なところの調整までしたとか、そういうそのカスタマイズも受けてるとか、ご自身のサービス内容っていうのがあると思うので、細かいところまでぜひ書くようにしてください。1、2、3、4、5つ目、使う目的に合うかどうかっていうのが今度買う前に、なんていうの、考えるとこなんですよね。その例えばですけど発送までの目安、今注文して来週届くと嬉しいなって思ってるけど3週間後の発送ですって書いてあったら、あ、ちょっと間に合わないからこの方は今日はやめておこうかなってあると思うんですね。まあ、そういうことが届くのか届かないのかが書いてあるっていうことが大事だと思うので、
そういう情報あの 使っていただくためにその必要な情報というのは必ず書くようにしましょう。であの次にやっと購入に来るんですね。 1,2,3,4,5,6 個目にやっと購入ってきます。で買う時に、何回か前の配信でちょっとお話ししたんですけど、その選択肢が多すぎてもちょっと困っちゃう。その時に話したのはブローチとマグネット、その例えばパン、パンのモチーフの作家さんだったと思うな、そのミニチュアパンを作っていて、それをブローチにもできるしマグネットにもできるっていう場合だと用途が全然違うので、あれ何選べばいいんだっけっていうところが、そのお客様が購入に至るまでのその動線の中で迷いが生じるようなポイントがあると、あのなんかよく分かんないからもうちょっと他の作品の方見ようかなってなっちゃうことがあるので、そこで離脱されないように、あのお客様が見たものをパッと買えるような状態にショッピングカートの中を整理するっていう考え方もあるっていうとこですね。で、まあ、買っていただくと。で、買っていただいたら、まあ、お客様の手元に届きます。で、届いた後、次にお客様にまた買ってほしいわけですよね。また買ってほしいし、作品を楽しんでほしいし、まあ、覚えてほしいしっていうところがあると思うんですけど、思い出してもらうための何かきっかけが提案できるといいかなと思います。で、その、まあ、事例と、例としてはショップカードを必ず添えるとか、みんなのギャラリーの URL が必ず載っていて、なんなら QR コードも一緒に載っていたりとか、まあ、顧客対応の面で、あのこれは作家さんそれぞれでやるやらないっていうのを判断していただいていいんですけど、例えばレビュー書いていただいたら必ず返事をするとか、あの発送した後にアフターフォローの あのメッセージをちょっとお送りするとか、何かできることがあると思うんですね。あの手書きでお手紙添えられてる方もいらっしゃいます。なかなか大変な作業だと思うんですけど、私はそれ素晴らしいと思うので、あのそういうところであのお客様との交流を深めたいっていう方はぜひ続けられるといいと思います。あのどれをやるから素晴らしい いお店とかダメなお店とかそういうことじゃないので、ご自身で持ち時間の中でやらなきゃいけないので、その中で取捨選択して、私だったらお客様にこういうあの案内をしたいなとか答えていきたいなっていうところをあのぜひ考えていただけたらなと思います。でここまでやって最後やっとリピートするっていうところに行くんですね。でリピートする時のきっかけ作りみたいなのがあるといいですよね。お客様もずっとその好きなお店のことを見てるわけじゃないので、まあ、日常の中で見逃しちゃうような時でも何か些細な一言で、あ、また買おうかなっていう気持ちになるかもしれない。まあ、今だと、まあ、新旧進学シーズンでもあったりするので、例えばお財布を以前に買ってくださったお客様に対して、春に向けて名刺入れ新調されてはどうですかとか、そうね、今度その就職する方にうちのお店ではこの名刺入れがとっても人気ですとか、パスケースがすごく人気ですとかね、その前買ってくださって次にこれを買うともっと幸せになれるよみたいなことだったり、もっと周りの方にこういう提案してみたらどうですかだったり、いろんなあの方法があると思うので、リピートしてもらえるための何か工夫一手間みたいなところをかけるのもありかなと思います。これ、まあ、さっき言ったステップ1,2,3,4にそれぞれ当てはまってくると思うんですね。で、いや最初に本当やらなきゃいけないのは知ってもらうっていうところです。いきなりまだ購入者さんがいない状態でリピート買いしてもらうところまで考えまくってるとなかなかステップ上がっていけないと思うので、まず自分を知ってもらうために、見つけてもらったり可愛いと思ってもらったりクリックしてもらえるっていうところ、ギャラリーの中で情報不足がないか、購入に至るまでの、情報量っていうのがちゃんと充実しているかっていうところを見直していただいたり、日々なんていうの、写真撮り直してね、素敵なものに変えていくっていうのは最初にやっていくところかなと思います。でこんだけやることがあるので、これに並行して SNS までやるって、まあ、大変だっていうことはお分かりいただけると思うんですよね。 SNS 置いといても私いいと思います。それもご本人さんの作家さん自身の売上の目標金額だと、あともう持ち時間に左右されると思うので、無理して SNS までやる必要は正直ないです。ただ月に10万円とか30万円とか50万円とかね、そのくらい売りたいんだったら SNS は今もうすごく効率よくお客様を集客できるツールであるのは間違いないので、やった方がいいですよ。けど
最初から全部やると苦しいから、ちょっとステップ別に順番にやっていくっていうのをやるのがいいかなと思います。ちょっとコメントの方も読んでいきたいなと思います。人形作家でコアなファンを増やしたくて月に5万円くらい、まさに同じ状況です。人形と一口に言ってもいろいろジャンルがあるし、購入まで時間かかるので悩みまくるのめちゃくちゃわかります。あ、ね、同じ同士の方からのご意見です。あ、そうですよね。あとはですね、リピーターさんを増やすのが課題なので参考になりますというご意見もいただいてます。ありがとうございます。そうですよね、まあ、それぞれのもう本当に繰り返しになりますけど、それぞれのやり方があります。このファン化のステップも全員が全員これに当てはまるかっていうとそうじゃない場合ももちろんあると思うんですよね。けども、まあ、一般的にはその一点物の作家さんだからこれがいいとか、そうじゃないからこっちはダメとかじゃなくて、お客様の立場に立って考えると、まあ、定番の考え方はこうかなと思ってます。自分を知ってもらって興味を持ってもらう、その中でできることっていうのは写真には写真の役割があり、説明文にもその役割があり、作品名があり、正解ってないんですよ。じゃあどれだけ書けばいいですか、800文字書いてたら足りないですか、やっぱ1000文字ないと売れないですかっていうと、そうじゃないんですよね。正直100文字ぐらいしかないけど売れる方は売れるんですよ。もうそれはその人の個性であり、なんてブランドイメージだったりとか、もうお客様との対応というか対話の内容だったりとか、いろんな要因があると思うので一概には言えないんですけれども、よくわからないんだったらたくさん書いた方がいいです。100人見てくださって1人買ってくだされば OK っていう世界だと私思っているので、99人の方が読んでくださらなくて1人の方がちゃんと説明文読んでくださって、ああ買いたいな、どうしようかなって思っていただける、もうまずその100分の1を作り出すところがすごく大事なので、そういうところから取り組んでいただけるといいかなと思います。ご意見では、ギャラリーに誘導後のスカスカ解消頑張ります、参考になりますというご意見もいただいてます。ありがとうございます。はい、今日は匿名希望作家さんから のご質問でした。基本的なことは売れる基本帳の方に書かせていただいているのと、ミンネ学習帳っていうノートの方の記事も概要、 YouTube の概要欄からリンク貼ってますので、そちらもよかったらぜひご覧になってください。はい、こういった解説時々またやっていきたいなと思いますので、ご質問ございましたらぜひYouTube の概要欄のご質問フォームの方からお寄せください。はい、じゃあ今日の YouTube の配信ここまでにしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。